政府は少子化反転のため2030年代の初頭までに予算倍増を目指すことなどを盛り込んだ経済財政運営の基本指針骨太の方針を決定しました。国民全体が将来に明るい希望を持てる経済社会を作ってまいります。方針では2030年代に入るまでが少子化傾向を反転させるラストチャンスだと危機感を示した上で、児童手当の拡充や出産・医療費の負担軽減などの対策を示しました。さらに子ども政策の予算については2030年代初頭までに倍増を目指すと強調しましたが、財源については社会全体で検討するとして具体的な言及を避けました。また防衛力強化のための増税時期も2025年以降のしかるべき時期とすることも可能となるよう柔軟に判断するとして、2024年以降とするこれまでの方針からの先送りを示唆しています。